ー出てきた。あ、びっくりした。もうマジでびっくりした。なぜならひー怖え、結構体力を使うんだぞって。そう、もうふざけんな。怖く、実際にあれだ、マジで。もう私おしっこちびる。おし、あ、かくれんとアメ玉、ちょ、アメ玉探してるんですけど、私アメ玉、ね、捕まえてね、交換すると、ね、交換、なんか一歩けもって交換してくれるらしいからね。誰だったっけ、誰だっけ、何さんだっけ。すぐに忘れる。よいしょ、じゃあやってこう。かくれんもかわいいなあ。あ、何、聞かないだと、アークタイプ大丈夫、炎なんて関係ないから。おーし、おーし、おーし、なくなした、なくなした。いつも私、あ、あー出たぞ、出たぞ、出たぞ。餅巾着に見えるんだよな、おでんの。わかる人おる？餅巾着、幕の下か。でも張り手山がな、あんまり見た目が、あ、好きじゃないってわけじゃないんですけど、なんかパッとしないじゃん。パッとしないじゃん。だから格闘タイプ入れるのもいいね。あと2枠あるんだよな、仲間入れられるの。誰入れようか考えてるんですけどね。タクアタック、やべ、気をつけろ、気をつけろ。うほー、うほー、よし、どうしようかな。あ、そっか、下波効かないのか。そっか、噛みつくもあまり効かないっけ。悪だもんね、あんま効かないよね。あ、そうだよね、やっぱ効かないね。ひるむかな、ひるみはしないかな。あー、やっちゃった、もう。え、下の目選んだつもりだったんだけどな。あー、やっちゃった、しょうがないですね。ちょっと2匹目逃がしちゃいましたが、よいしょ、まあ、またどこかで出会えることを信じておりますよ。いや、下で飲める選んだのかってできるよ思ってた。もうバカだ。本当はリセットしたいとこうなんですが、そのまま行きます。うん、素直に質問に答えれば痛い目を見ずに済んだもの。おっと、坊や、立ち聞きしちゃいけないぜ。何？よし、どうぞ止めのクラゲか。ちょっとこれは戦闘カットしましょうかね。はい、では戦闘終わらせてきました。あ、ちょー待って、はん、ちょっとねえ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 、あ、キノココ、はい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 、ひどいのはいけない部屋に入ってきて連載殴りかかったの。あつつさんにしましょう。どのやつだ、なんて大胆な真似を。どうやらスレッドを探してるらしい。あのデータロームには解析されちゃまずいものが入っているのかもな。僕は大丈夫、カヤの方が心配だから言ってやってくれ。はい、なんですけれども、ちょっとポケスポットに行こうと思いますよ。ちょっと一気に通知来てマジでビビったんだけど、よいしょ、ちょっと人助けよりも今はポケスポットが大事です。野生のポケモンがね。あ、もうじゃあ、くっす、こいつこいつ、こんなとこへ倒れてんじゃないわよって。さあ、どこのスポットだ。ほんとあれだね、あのリライブホールだとマジでリライブ早いわ、ポケモンの。超助かる。よいしょ、あれ、反応してるのはどこのリライブホールだい、どこだい。あ、これもあれか、ちょっと待ってよ、これ PDA で調べればいいのか。スポット。あ、ちょ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 い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 。スポットモニターで、岩場が3ってなってるけど、え、逃げちゃったもしかして。
と待って、え、もう逃げちゃった、もしかして。味方が分かんない。あ、オアシスに出てるってことか。そういうことか。そんな、オアシスの前になんか輪っかみたいなのできてましたね。ほう、よいしょ、ちょっとオアシス行ってみよう。あ、いた、羽根っこか、かわいい食べてる。あ、 BGM がちょっとトロピカンなんだけど。羽根っこー、何レベル、レベル15か。下の目で徐々に削っていけばいいかな。ちょっとレベル差があるからね。え、ビローン。あ、結構削れちゃうね、下の目でも。かわいいなー。よいしょ。いや、あいにくね、草タイプはいいかなって感じなんだよね。よし、これでもゲットするしか。よっしゃ、麻痺。よしよしよし、じゃあゲットしちゃいましょうか。うん、ゲットできるかな。おお、やったあ、ニックネームはごめんなさい、いいです。よいしょ、鑑賞用にします。やった、こんな感じか。あ、そのうち間ね、ね、目当てのポケモンゲットできるといいなって感じですね。よし、じゃあちょっとテレビ局に戻りましょう。さて、戻ってきました。あ、ここ開く。おお、ここでゲットできるのか。ピピエイドー、やった。引き続きね、ここ2回目の探索やっていきましょう。あ、ムキムキお姉さん、変なやつらみんな叩き出してやったよ。か弱い女の嘘なんて、なんてやつらだろうね。これ以上は突っ込んだらいけない。お隣の部屋は、ここめっちゃ重いやしとるやん。あー、つめきさん。うへへ、つきみさんよ。あんたの顔はいつもテレビで見ているぜ。ほんなよりそ可愛いじゃねえか。うへへ。ド変態野郎が。あ、おっだわー、こんな下心丸出しのエロ男。よいしょ、ハリーセントサイフォンか。やっちまえ、どうぞ。あ、メタルクロウサイフォンに効くかな。よいしょ、4匹もいるのこいつ。毒のトゲ、やべえ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 。いやー、トレーナーが強くなってきてるよー。あ、でもあんま効かないの、やっぱタイプ不一致やもんな。あ、ナイスナイスナイス、じゃんか上がり、これはありがたい。いて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 、ハリセン倒したら回復しようね。毒、それまで耐えてくれ。はい、ナイス。あ、チョンチチョンチチョンチ、え、よし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 。さあ次は、次ダークポケモンか。あ、ドーガース。あー、ごめんなさい。痛いよね。よいしょ。毒消しあったかな。毒消しあったあった。あ、でも3個しかないの。ちょっと買ってこないとダメだね。あ、ちょ、恩返し強いわ、もうメインウェポン、ほんと。
毒やめるよ、毒、毒やめてよ。二連毒はやめてください。よし、よしよしよし、吹っ飛ばせ、吹っ飛ばせ、あ、丸、丸っこなんて吹っ飛ばしちまえ。あー、どっち先手、どっち先手、どっち先手。あ、よしよし、さすが。これどっち、なんかみんなレベル20か、結構強かったな、こいつ。ただの下心丸出し、エロお兄さんじゃなかったね。おっしゃー、つみきさん残念だったな。つみきさんは強い男が好きなんだってよ。よし、助けてくれてありがとう、お願いします。クソ、電源ケーブル嫌いなき放送できたのに。あ、やっぱりそういうところはバッチリやるんだな。ねえ、じゃあここの階はクリアかな。じゃあさらに上に行こうか。まだいたと。ちょっと戦闘はカットしようと思います。はい、戦闘終わらせていきました。またか、ちょっとスポットモニターに反応がある。そう、それでね、さっき戦ったトレーナーがですねダップケモン持ってて、で、その子がロコンだったんですよ。で、それでロコンゲットしました。でね、炎ポケモン欲しかったし、ロコンちょっとパーティーに入れちゃおうかなと思っております。まあ今ね、パソコンに預かってるんですけど、ちょっと待って、なんかまたスポット反応したからちょっと行ってみますわ。これはなんか頻繁にね出られてもって感じなんですけど、あれか、餌がなくなったら、まあ、しばらく野生のポケモンいいかな、ちょっとね。あ、ナクラ、あ、これ探してるやつじゃん。ナクラ、ナクラ、ナクラ。あー、かわいいナクラめっちゃかわいい。バーって感じね。フライゴミとか言ったらあかんで、みんな。フライゴミはあかんで。いや、ナックラもいいなぁ。かわいいよね。どっちにしようかなぁ。いや、ナックラにしようかなぁ。騙し打ち。あ、でもあれか。悪入ってんの。あれ、悪入ってるっけ。あ、ちょっとフライゴンって、ドラゴン。悪ドラゴンだっけ。あ、でもそれだったらあれか。かぶるか。ちょっと待って、ちょっと待って。一応調べよう、調べよう、調べよう。フライゴン。フライゴン。フライゴン、うん、なんだっけ、ちょっと待ってね、よいしょ、下舐めして、あ、地面ドラゴンか。あ、じゃあ全然いいじゃん。あ、どうしよう、フライゴンナックラにしようかな、ロコンじゃなくて。あ、よし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 いていていて、よいしょ。あ、普段あんまり使ったことのないポケモンを入れるのもありだよね。ナクラかわいいし。おいしい、決めた。ちょっとロコンじゃなくてナクラ入れます、かわいいからロコンも好きなんだけどね、なんかロコンのかわいさよりも私はナクラの方がかわいいって思うんだよね。いや、どうしようかな、こいつ。かわいいな、ほんとに。お目目がつぶらだよね。なんかパッチリしてる。どうしようかな。あ、ちょちょちょ。よいしょ、これか。これでいいかな。すっぽんにしようかな。はい、はい、やったー、やったー。あ、なに、さらに反応出てんの。ちょ、お前らよ、またちょ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 、おい、またかよ、またかよ。ちょ、やべえなこれ。ちょっと待って、ちょちょ、豊作の秋なんだけど、今冬ですけど、洞窟オアシス、あ、めっちゃおるやん。ちょっと、これしばらくしたら逃げちゃうんだよね。これ洞窟何出てんの。ちょっと今日はなんかポケモンゲット会になっちゃったな。なに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 、あ、ここドラ、ほう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 、
いらなかったら倒してもいいんだよね。ここドラ、あ、でもまあ持ってないしな。ゲットしちゃおうか。じゃあちょっとカットしちゃおうかな。さてここドラね、ゲットしてきました。でちょっとねボックスの整理とかしてきまして、あれ、あ、逃げられちゃってる。あ、ガーン、まあこんなもんか。さあ戻りましょうかね。いやもう飛んだ、なんかトラブルというかハプニングというかイベントに巻き込まれちゃいましたね。いやー今回あんまりストーリー進まなかったな、申し訳なかったです。まあ、ちょっとあれだね、3回上がったところで今回は終わりにしましょうか。よいしょ。今回はね結構カット対応してると思いますね、いつも以上に。さあ行くぞ。ちょっとねすっぽんについては裏で育てておこうかなと思いますね。ちょうどいいレベル上げスポットあるしねって。トレーナーたちですけどお金ももらえるし。そう、ちょっとあれだね、道具も買い足しておかないと。毒消しとかすげえ少なくなってたもんな。よいしょ。お、でここで開放ができるのか。あ、よかった。なんか出てきたところでね、シャドウのやつらに捕まるかなって思ったんですけども、そういうこともなく回復ができました。よし、ということでじゃあ今回はここで終わりにしておこうと思います。じゃあ次回はねこの先やっていきましょう。ちょっとカット多用多分してると思うので、もしかしたら動画が短くなってるかもしれないんですけども、ご了承ください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。